ネロ帝のアスコーカネロクラウディウスカエサルアウグストゥスゲルマニクス、または、ネロクラウディウスカエサルドルススゲルマニクスは、ローマ帝国、第五代皇帝。ショーアグリッピナとクナエウスドミティウスアヘノバルブスの、息子として三十七年に生まれる。父は、マルクスアントニウスと、コークタウヤの娘大アントニアトルキウスドミティウス、アヘノバルブスの息子であり、母は、初代皇帝。 アウグストゥスの孫大アグリッピナとゲルマニクスの娘であった。生まれた時の名前は、ルキウスとミティウスアヘノバルブスである。カリグラが定位を継承した37年に生まれるが、間もなく父グナエウスが40年に死去し、母賞アグリッピナもその妹ユリアリウィルッダと共に、カリグラによって追放される。父、グナエウスの遺産はカリグラに没収され、ネロは、 おばのドミティアレッピダのもとで育てられた。その3年後カリグラ暗殺により、おじのクラウディウスが擁立され第4代ローマ皇帝となると、彼によって、昭和グリッピナは、ローマに戻ることを許された。クラウディウスには、皇后、メッサリナと後継者のブリタンニクスがいたが、48年に、メッサリナが、ガイウスシリウスとの重婚及び反逆罪に問われると、その母妻として、 小アグリッピナがクラウディウスの皇妃の座に収まった。母の計略により、ネロはクラウディウスのママ子から養子となる。この時点で、名前がネロクラウディウスカイサルドルースとなった。皇帝、クラウディウスの側近パルダスや母の再配により、クラウディウスの娘オクタビアとの婚姻が成立。ブリタンニクスは徐々に阻害され、ネロの存在が際立つようになる。そして、 年少のブリタンニクスよりも後継者にふさわしいとさえ、見られるようになり、ブリタンニクスより先に即位する確約を得た。クラウディウスが54年に死去すると、ネロが即位して皇帝になる。セネカとネロ。コルドバの像、ネロ、ザリモース・オブ・ザ・エンペラー、ネロ・アフター・ザ・マーダー・オブ・ヒズ・マザー、ジョン・ウィリアム・ウォーター・ハウス作。母を暴殺した後の皇帝、ネロ。ネロの治世初期は、 家庭教師でもあった哲学者、ルキウス・アンナエウス・セネカやこの絵長官であった、セクストゥス・アフラニウス・ブドスの教えや、政治の補佐を受け、イ君の誉れが高かった。しかし数年後には、ネロとその周囲の人間との間に、微妙な緊張関係が見られるようになり、それが、ネロの影響力に現れてくる。例えばネロが、席に着くとアグリッピナは隣に座っていたが、 セネカがそれをいさめている。ネロの友人もアグリッピナに不信感を抱き、ネロ本人に忠告してくる。またネロは、妻オクタウィアには不満で、解放奴隷への悪手を寵愛していたが、アグリッピナの命でネロから離されそうになったところ、セネカの助けで事なきを得るということもあった。ネロが母親の干渉をおとましく思うようになると、 アグリッピナはかつて自らが退けたブリタンニクスに注目するようになる。この時点でもブリタンニクスは定位継承権を有しており、その意味ではネロに変わり得る存在であった。また彼は成人式が迫っており、大人の仲間入り、すなわち定位継承権を行使できる立場に近づいていた。そのブリタンニクスは成人の儀式目前で55年に休止した。 タキトゥスによれば、ネロが毒殺したという。ネロとアグリッピナは、一触即発状態となったが、セヌカやブルスが仲裁に入り、事なきを得た。この頃、パイトゥスなる男がブルスや母親の取り巻きの解放奴隷、マルクス・アントニウス・パルダスが、ファウストゥス・コルネリウス・ラフェリクスの肯定要率を図っていると告発したが、セヌカが両名の弁護を担当し、パイトゥスは、 追放刑となった。しかし、カッシュースディオによれば、セネカもブルスもこの事件以降、保身に努めるようになったという。そして、ネロが妻をクタウヤと離縁し、ポッパエアサビナと結婚しようとするとアグリッピナと対立することとなり、59年にはアグリッピナを殺害した。62年にブルスが死去、同年セネカが再び横領のトガで告発される。 ここに至ってセネカは、引退をネロに申し出る。こうしてネロは、妻オクタウィアとリエン、そしてポッパイアサビナと結婚する。ポッパイアはすでに結婚していたが、夫とは離婚させられた上、ルシタニアに左遷された。その年の6月、オクタウィアが不倫の罪で自殺させられた。ネロの暴君ぶりは、元老院議員の生死まで左右した。62年に、 プライトルにあったものが宴石で、ネロの悪口を言ったトガで死刑されることから始まり、パンラスを含む多くの元老院議員が処刑された。65年に、元老院議員、ガイウスカルプルニウスピソを皇帝に擁立する計画が発覚し、ピソに連座してセネカが自殺を命ぜられている。こうして55年のブリタニクスの殺害に始まり、59年に、母、62年に、 妻、65年に、セネカを殺害、加えて64年に発生したローマ大火の犯人として、キリスト教徒を迫害したことから、後世からは、暴君として知られるようになる。ただ、ネロのご半省の悪行は、親友、オトの前妻で再婚相手の皇妃ポッパイアによるものと、する説も多い。ネロの政策は、光と影がある。ローマの大火後に、 ネロが人頭指揮した被災者の救済やそのための迅速な政策実行、ローマ市の再建は市民に受けが良かった。ネロに批判的だったタキトゥスも人間の知恵の限りを尽くした有効な施策であったと記している。当時のローマ市内は木造建築がメインだったが大会以降にネロが建築したドムスアウレアはローマンコンクリートの普及に一役買っている。また、 ネロがローマの大会以を行った貨幣改中はその後150年間も受け継がれた。ただし、この大会もネロ自身が裏で暗躍し、自分好みの街を作りたかったという望みから起こされたとも言われている。この当時の文献はローマ博物館に寄贈されている。59年には南イタリアのポンペイの円形闘技場で興奮した。 ポンペイの住民とのケリアの住民との間で乱闘が起き、以後、10年間、党議会の開催を禁止されている。これは、市民の秩序と安全のためであり、この際に二人役を辞職させている。市民に検討試合を禁じることは、市民の支持を失う可能性もあった。結果、当時の公費、ポッパイアの計らいにより、検討試合の金は、数年後に解かれた。ブリタンニアで、 女王ブーリカを首謀者とする反乱が起こったが、鎮圧に成功した。鎮圧後の戦後処理も適切だったため、ドミティアヌス帝の時代まで、ブリタンニアは平穏であった。またグナイウス・ドミティウス・コルブロの奮戦もあり、パルティアなど、オリエント諸国との外交政策も成功し、その後東方とは50年以上、トライアヌスの時代まで平和を保つことができた。ネロの死後、 カルテア国王は、元老院に対して、ネロは東方諸国にとって大恩ある人であり、今後も彼への感謝祭を続けることを認められたいと、申し出て受理されている。セネカイン後も、前世と無縁ではなかったのである。ただ、その一方で歌手の真似事や、部下や、親族の目麗しい人物を男女問わず皇帝の、 権限で作詞をするなど国家元首の振る舞いとしては明らかに問題だった。謀反を企てた者もネロの政治姿勢、政策よりこのような振る舞いこそが皇帝にふさわしくないとしていた。また皇帝暗殺の陰謀に関連してコルブロなど有能な将軍を確たる証拠もなく暴殺したことで軍からも反感を買ってしまった。初代ローマ教皇、ペトロ。 ダーシー・クレクシャヤンスカ、クオバディスにおける絵画。初代ローマ教皇、ペトロは、ネロ帝による迫害で殉教した。ペトロは、迫害の激化したローマから逃れ、アッピア街道を行くと、死のイエスが、反対側から歩いてくる。ペテロが、主よ、どこへ行かれるのですかと問うと、イエスは、あなたが私の民を見捨てるのなら、私は、もう一度十字架にかけられるために、 ローマへと答えた。ペテロはそれを聞いて悟り、順教を覚悟して、ローマへ戻ったという。ネロには四頭立て戦車の騎手や盾ごとの歌手という、当時の社会では下げ済まれていた芸人になりたいという願望があった。歌が好きで、数千人に及ぶ監修を集めコンサートを開くのが趣味であった。59年には、青年祭という指摘祭典で演奏した。翌六十年には、 4年に一度開かれるオリンピア祭に対抗し、5年に一度開かれるネロ祭を創設した。音楽、体育、戦車の3部門からなる。そのうち、ネロは縦ごとし、弁論の3種目に出場した。元老院は皇帝がそのような行動をするのを阻止しようと出場の有無を問わず優勝の栄誉を授けようとしたが、 ネロは堂々と出場して勝利するとこれを拒否した。結局、優勝者が誰になったかは不明である。さらに、オリンピア競技にも出場し、優勝した。ただし、主催者側が大胆な出来レースとした。獲得した栄冠は1800にも及んだが、この勝利には、不正が多くあったことから、様々な批判が存在した。たとえ破れても、勝利とされ戦車競技では、 戦車から落下して競争から脱落しながらも優勝扱いになってさえいる。64年には詩人としてナポリで初めて公式に舞台に立った。ナポリはネロの大好きなギリシャ文化が多くあり、劇場が小さすぎるとして再建築を命じたほどである。ポンペイウス劇場では読書会も開いた。一度目は運悪く自信で観客はみんな逃げてしまった。二度目は 出入り口に人員を配置して逃げられないようにした。しかし、あまりの退屈さに逃げる者が続出。出入り口が使えないため、塀をよじ登ったり死んだふりをして、看護家で外に運び出された者も,もいたという。さらには、例外なく、外に出ることを禁じたため、産家月出産した女性も数人いたと伝えられる。65年の二度目の、ネロ祭でも自ら詩を披露した手事を演奏した。 66年には、ユダヤ族衆で大反乱が勃発する中、9月から68年初まで、ギリシアに、武者修行に出ている。イタリア外戦時には、娯楽に飢えていた民衆に大歓迎されている。ただし、この間、上流人士にも、芸を強要したため、元老院議員や、騎士の間ではネロに対する軽蔑や屈辱感が、高まっていた。ガルバリオン美術館十八年三月、 ガリアルグドネンシスの続州総督、ガイウス・ユリウス・ウィンデックスによる反乱が勃発。続州総督のガルバ、オトがこれに同調した。ウィンディクスの反乱は、高知ゲルマニア軍により4月には自圧される。ガルバは、元老院から国家の敵決議を受け逃亡した。しかしその後、穀物の価格が高騰しているローマで、エジプトからの穀物輸送船が食料ではなく、 宮廷格闘士用の闘技場の砂を運搬してきたという事件が報じられ、ネロは市民の反感を買った。元首の支持率低下を機にネロと対立していた元老院はネロを国家の敵とし、ガルバを皇帝に擁立する。ネロは逃亡し、ローマ郊外の解放奴隷パオラの別荘に隠れたが、騎馬兵が近づく音が聞こえるに及び、自らの喉を剣で貫き自殺した。 その際自分では死にきれず奴隷、スポルスに切らせたという。本人の自殺後、その墓には、ローマ市民から花や荷物が与えなかったという。ネロの死後、皇帝となったガルバはネロ派の軍や都市と敵対し、粛清した。しかしガルバから離反し皇帝になったオトはネロ派の復職を認めた。ネロの銅像やドムスアウレアの建設再開を許可し、ネロを裏切った。 護衛隊長ティゲリノスを処刑し、民衆の人気を買った。オトの次の皇帝ウィテリウスは、ネロの慰霊祭を催して、民衆を喜ばせた。また、真議は、はっきりしないが、死の直前に行ったとされる、なんと惜しい芸術家が、私の死によって失われることかという言葉は有名。さらにネロが自陣した直後に現れた追っ手の百人隊長が、 すでに死したネロに危害を加えるのはさすがに、人の道に反するので、遺体を丁重に扱うためにマントをかけようとした。すると、突如、ネロの目が開き百人隊長の方を向くと、遅かったな。だが、大義であると言い残し、カッと目を見開いたまま絶命した。百人隊長はその死にざまに恐怖したという。ネロの最後に関しては、スエトニウスの電気、工程電に詳しいが、 あまりにドラマチックな内容のため、作家、スエトニウスの創作という説が強い。この美術品では、死後に深刻化したネロが描かれている。死後にネロは、元老院によって、ダムナティオメモリアへを課されたが、69年に皇帝となったアウルス・ウィテッリウスは、ネロの立派な葬儀を行った。ネロを含む幾人かの皇帝の像は、死後に破壊されたが、後に作り直された。 死後にネロは神格化された。皇帝ドミティアヌスに乗り移ったという伝説や、ネロが蘇ったとする伝説がある。また、アカイアやアシアなどの俗州及びパルテアにおいて、偽、ネロの出現が相次いだ。ネロの死によって、ユリウス・クラウディウス朝は5代94年の歴史に幕を下ろし、断絶。以後、軍が武力を背景に皇帝を擁立するようになり、 ローマ内戦に突入することとなる。ドムス・アウレアにあるミューズ像、ドムス・アウレアは、ローマ市街を焦土と化した64年の大火災の後に建設された古代妄想的な巨大宮殿である。帝政初期のローマ建築にあって、皇帝ネロが造形に与えた影響はかなり大きい。ネロは、ローマ芸術の保護者を辞任しており、今日、皇帝浴場と呼ばれている。 建築の先駆けとなる、ネロ浴場、そして、ドムスアウレアを建設した。当時ローマ市は、非常に密集した状態であったにもかかわらず、エスクイリノスの丘の斜面にテラスを作り、人工地とこれを囲む庭園を見下ろす、素晴らしい景観を眺めることができた。現在は、トライアヌス浴場の地下に残された一部のみが残る。八角形を半分にしたような中庭を挟んで、 方形の中庭を囲む食堂などがある部分と八角堂のある部分に分かれ、大まかな構成は当時の海辺に建設されたビッタそのものである。内部は大理石やモザイクを使った贅沢なもので、その装飾はルネサンス時代にグロデスクと呼ばれ、ラファエロ・サンティラに影響を与えた。しかし、 この建物の真に革新的な部分は、ローマンコンクリートによって構築されたボールと天井とドームが掛けられた八角型の部屋である。八角堂の形式は他に見られないが、ドムスアウレアで初めて採用されたとは考えにくいので、直接の原型があると考えられる。ドーム長部からだけでなく、これに付随する部屋への採光を確保できるような造形は、 オクタヴィアヌスの時代から培われたローマンコンクリートがあって初めて成り立つもので皇帝自らの邸宅に革新的な造形が採用されたことは他の建築に新しい技術や衣装をもたらす契機となった。ネロの死後104年に宮殿は火災に遭い、その敷地は次々と公共建築用地に転用された。宮殿の庭園にあった 人工池の跡地にはコロッセウムが建設された。建設開始は75年で、利用開始は80年である。正式名称はフラビィウス闘技場だが、ネロの巨大な像が傍らに立っていたため、コロッセウムと呼ばれるようになったと言われている。67年にネロはコリントス運河の改作を開始。コリントス地境に運河を掘る構想は古代ギリシアの時代からあり、 古代ローマ時代にもカイサルやカリグラも関心を持っていた。ネロは6000人の奴隷を動員して 3.3km 余りを掘ったが途中ローマでガルバラの反乱が起こりネロは自殺してしまう。死後、定位についたガルバによって工事は中断された。ネロが計画した運河は1893年に完成した現在のコリントス運河と同じルートである。 古代ローマの土木建設技術の高さが伺われる。64年のローマ大化にこつけて人類史上初めてキリスト教徒を迫害した挙句、人類全体に対する罪を罪状として課したため、キリスト教文化圏を中心にネロに対する評価は低い。さらに、使徒ペトロはネロの迫害下で逆さ十字架にかけられ殉教したとされる。だが、 当時のローマ帝国内では、ローマ伝統の多神教を否定するユダヤ教を嫌をしているものが圧倒的に多数派であった。ネロを求断したタキトゥスをはじめとする後世のローマの歴史家たちも、このことについてはむしろネロに近い立場を取った。当時のローマ教会の構成人数は多くても数十人程度であり、一般的にキリスト教はユダヤ教の一派とみなされていた。 にもかかわらず、ネロがなぜキリスト教徒を限定して放火犯としたのか。パウロの伝道によるキリストの福音をめぐって一部のユダヤ教徒宗派、違法人と対立し、各都市で騒乱が発生しており、ローマでも四十九年に騒乱を起こした者が追放されていた。また、ネロの第二妻のポッパエアサビナは、ユダヤ教徒と考えられており、彼女やその周辺のファリサイ派やサドカイ派から、 イエス・キリスト信仰者が社会に動乱を引き起こす存在として伝達されていた可能性もある。これらによって放火犯とイエス・キリスト信仰者が結びつきやすかったのかもしれない。また、後世の記述はネロを国家の敵として追放した元老院とのつながりが強いスウェットニウス、タキトゥス、カッシウスディオによる著書による影響力が強く、 権力者としての名声を失墜させようとして描かれた人物像である可能性があることに注意する必要がある。また、フラビウス・朝を創始したウェスパシアヌスはネロを悪味ドとしてメモリアの破壊を先導した。以上のキリスト教徒迫害のため、ネロは悪魔や堕落した女で暗誘される。獣の数字、666。皇帝、ネロを意味する。新約聖書の ヨハネの目視録に獣の数字666について記述がある。この数字は皇帝、ネロを指すとされるもので自由主義神学の高等批評による聖書学で最も支持されている説である。つまり皇帝、ネロのギリシア語表記をヘブライ文字に置き換え、これをゲマトリアしたその数が666になるというものである。この一説は 直前の肯定数配らしき記述とも意味的に整合する。ありがとうございます。